どうも、素敵な山の話です。今回はテント泊装備を揃える順番と注意点のお話です。日帰りや小屋泊からテント泊にステップアップする段階は山へのモチベーションが高く、道具に対しても意識が高くなる時期です。見栄えする大型リュックやテントに目が行きがちになり、デザインやスペックばかりを追いかけてしまうケースが目立ちます。前回の動画でシュラフ、マット、テント、リュックという私的な購入の順のお話に触れていましたが、まずここから説明をしていきます。例えば何もない冬の寒い部屋の中で先ほどの4つの道具があるとします。何から使いますか？おそらくほとんどの方がシュラフ、マット、テント、リュックの順で利用して寒さをしのごうと考えたはずです。つまり高所でテント泊をすることは第1は寒さ対策、第2が悪天候対策だからということです。悪天候対策が先だろうと思った方いませんか？本来部屋の中で使うものじゃないんだし。私的な経験上、平均風速が25メートルを超えるとテントに問題が起きてきます。例えば自立しないものや安いもの、安価なものですね、平地のキャンプ用に作られたものなどはそういったもので影響が出てきます。つまり本当の悪天候の際は小屋泊に変更しないといけないケースも発生します。少し考え方を変えてみましょう。慣れたキャンパーの方やブッシュクラフターが天候が安定した冬にキャンプをする際にタープだけで寝れる、またはタープすらなしで寝れるのはなぜでしょう？まあ、焚き火用を焚くというケースもありますけれども、それはシュラフとマットのシステムがしっかりしているからです。私的にも自宅の屋上で春や秋にテントなしで寝たこともありますし、冬の雪中のフィールドでも快晴無風の際はテントなしで寝た経験があります。つまり寝具の環境を保管するものがテントであり、これをどのように運ぶかがリュックの役割となります。ブランドやデザインに惑わされずに、まず基本のセットは10年以上使えるシステムを組むことをお勧めします。ひょっとするとこの先冬山や山スキーバリエーションとステップアップをするかもしれません。購入してよかったと思えるものを初めから揃えておきたいものです。次に購入する前の注意点です。まず一つ目が目指すスタイルが決まっているか。一般の登山のテントスタイルなのか、ロングトレイルをしたいのか、あまり重い装備を運ばずベースキャンプを張ってピストンをするのか、またはウルトラライトのスタイルなのかなどです。今現在考えているスタイルと少し先を見据えた考え方がこれは必要となってきます。2つ目は時期が決まっているか。もし高所も夏限定なら少しずつ軽量化が図れますし、逆の場合は当然スペックアップも必要となります。3つ目は購入時はアイテムの実績を重視する。新技術で新発売のものは今回の4つのアイテムでは初めは選ばない方が良いです。どれも価格が高いので失敗ができない上、新しい技術は何が起こるか誰も分かりません。まず良いものはすでにマーケットにあります。それを目的に応じて選ぶ方が得策です。今回も様々なご意見はあると思います。シュラフもリュックもテントも私的には失敗を重ねてお話をしています。テントに至ってはブランドやデザイン、新しさに惑わされ3年も経たずに2針捨てた経験があります。今回のお話も一つの実績として参考にしてもらえれば幸いです。今回も最後までご視聴ありがとうございました。次回は久々にテントを担いだのでその参考のお話です。ではまた次回の動画でお会いしましょう。